こんにちは、皆様こんにちは。はいはい、ピーやな、うん、実は今弾いた、コードってすごい気持ちいいやろ。なんか踊れるよね。楽しい。ピッピッピー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 ピッピー。これ実はね、今日質問に上がってるリズムチェンジというねコード進行なんです。ちょっと待てやなよ。質問どうだ質問受けといて。もうちょっともうやめてくれ。リズムチェンジの演奏のコツっていう質問が来てる。今日はリズムチェンジの演奏のコツという演奏のコツについて教えてくださいというね。そうですね。うん、で今弾いたのがそのリズムチェンジというコード進行なんですね。リズムチェンジっていうのはなんか英語でどうやらあれらしいね。循環コードの意味らしい。循環コード。あ、循環コードって昔ちょっとやったね。循環してるコードは、うん、ぐるぐる回ってるな。そう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 、うん、なんか乗れへん乗れへん、すっかり乗れへん、こういう感じこういう感じ、分かるよ、まあ、こういうのをこういうコード進行はね、リズムチェンジですね、うん、なあなあ、リズムチェンジってリズムが変わるわけじゃないんか、うん、そうやな、リズムチェンジってな、なんかでも英語でなんかリズムチェンジ、リズムチェンジ言うんだけどね。なんか名前に偽りありや、看板に偽りありや。うん、多分でもリズムチェンジって言ったら、まあこういう16251625やな、多分、うん、何がチェンジしたらいいや。これが、あれやな、だいたいリズムチェンジっていうことやな、うんうん、でまあ、そのリズムチェンジ で の演奏のコツですね、うんうん、まあ、多分演奏のコツだからアドリブのコツだと思うんですけどね、うん、リズムチェンジの最初 の116251625っていうね、うん、コード進行 の時じゃ、これが A メロディーですね、うんうん、それからその後サビが あります。でまた元の16251625に戻りますね、うんうん、この時に1625の時に使えるのが、まあ、ブルノートスケール、これを弾いてればいいですよ、うん、だからまあコツ言うたら、まあ、一番簡単なコツといえば、うん、こういうブルノートスケールよね。リズムチェンジにはブルーノートスケールしつこったらいいよと、野良犬の音を使うべし、そうね、ブルーノート使うたら、うん、リズムチェンジのコード進行が1625、この上にブルーノートスケールね積んでいくと、いい感じでしょ、うん、そうだね、だから、メジャーブルノートスケール、それからマイナーも使えるよ ね、マイナーブルノートスケールを使ったら、使いますね、うんうん、これがまず一番簡単なアドリブちゃうかな、うんうん、まだちょっといろいろなんか他のスケールを使う方法もあると思うんですけども、うん、まあこれでやっといたら、これでやってたら硬いわってことね、硬いわというか割とイージーにかっこよくできるかなと、うん、みんながハッとするようなコツ教えろ、ハッとするようなコツ、うん、これやったらおすげえとか思えるようなのなんかないか、うん、そうやな、別にリズムチェンジに関してはもうこのブルートスケールを使って音を作るし、そのハッとするようなことをやろうと思ったらね、一つずつスケール変えるとか、ちょっと難しいけどね、うん、うん、
まあそういうこともあるけど、それはまだ、まあそれはまだもうちょっと練習しなあかんかもしれない、ね。なるほどね、まずは。とにかくブルーノートつける。まあとにかくブルーノートつけるってことやってみということですね。いやいやいや、それからあとサビの部分ですけどもね、はい、セブンスコードが全部で4つ出てきますね。D7、G7、C7、F7 ですね。うん、まあそこのところはまた、D7 のところはサビのところはまた、D7 やから G のスケールとかね。G7 は C のスケール。C7 の時には F のスケール。で、F7 の時に B フラットのスケール。で、また元に戻って B フラットのブルーノートスケールで。みたいな感じかな。うん、まあ、これがまあ、ちょっと大まかなリズムチェンジの演奏のコツっていうか、演奏の方法はね。方法ですね。だからうまく演奏するのはやっぱりブルーノートスケール弾いといたらいいよと、うん、リズムチェンジャーから激しく16251625って変わんないけどね、うん、その上にブルーノートスケール一発でいいから乗せといたら割と音がありますね。もちろん他の演奏方法いっぱいありますよ、うん、あるけどね、まあ、ブルーノートスケールはもうかっこいいもんな。そうですね、ジャズらしく聞こえるしな、はい、そうですそうです。じゃあブルーノートスケールと、うん、そのリズムチェンジとやらは仲がええんか。あ、仲いい ね仲良しか。めちゃくちゃ仲いいですね。よか、はい、もう、疲れ倒せますね。うん、それからもう一つはね、ブルーノートスケールとブルースもな、うん、資産十二やな、うん、資産十二のブルースで、うんうん、ブルースもやっぱブルーススケールとすごいね相性がいいよね。これが初めて覚えたんですよ。バチかぶり最初の登場の第1回目はねブルースでした。ブルースを覚えたのが初めてでした。そうですね、赤ちゃんの愛がブルースを覚えて大人になりました。そうですね、記念すべきというか懐かしいですね。だから夏いい、なんかあの映像でもちょっとなんかキモいっていう場合はなんかね、まあなんか人間味がなかったよな。面白いな、うん、君も成長したね、ちょっとね、成長しました。はい、興味のある方は第1回目見てください。おかしいです。おかしい言うな。おかしい言うな。最初から可愛かったわ。いるか。バチかぶり第1回目の登場は、ブルースの話ね。そうでした。ブルースでもね、日本の演歌のブルースとちゃうよとかね、うん、そういう話しましたけどね。しましたけどね。まあ昔の話だけども、演歌でもブルースというね、うん、ジャンルがあったよね。ありました。なんとか町、伊勢崎町ブルースとかね、うんうん、横浜的なブルースとかね、そうですね、なんとかブルースとかね、うん、ブルース港町ブルース的な、鳩間ブルースとかね、どういうか決してね、ああいう普通の、西洋音楽のブルースではないんですね。でん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 でって感じやな。ああ、なんかこんな感じやな。ずりそれっぽい。そうやな。だからこれでブルース進行変えたら決してそうじゃないからね。違うからね。全然違う、その曲のね、その曲のコード進行、ね。なんかブルーっていうのになんかかけたのかな。またそういう違うニュアンスとかね、イメージで取り入れはったんやろね、当時のね、作曲家たちがね。そうですね。そんなわけで、演歌ブルースも興味がある人は研究してみてください。してみてください。で面白いね、演歌ブルースでなんか、うん、演歌のブルースでね、うん、演歌の中でブルースと言われている曲でほんまにブルースコード進行が使われているものがあったらぜひ教えてください。興味があります。ね、あるかもしれへんね、あるかもしれへんけどね。実際全部そうだったりしたらびっくりするの。そうやね、全部そうって絶対そんなことないと思いますけど ね、なんかでも部分的一部のそういう曲もあるか、そんなあるかもしれませんね。うん、というわけで今日はちょっといろんな、リズムチェンジからリズムチェンジとブルーススケールはすごい相性いいよというね。仲良しよ。はい。で、多い。野良犬よ。野良犬？野良犬ブルース。野良犬、野良犬スケール？野良犬スケールで野良犬コード進行。はい。まあ、なんかわけのわからんこと、バチかぶり言っておりますけども。そんなわけで今日は。前まとめたつもりやったのに。そうなんや。はい。で、もう一回まとめて、リズムチェンジの今日は演奏のコツについて先生お話ししました、はい、ね、リズムチェンジの演奏のコツは、はいはい、とりあえずノラのスケールを使っとけってことでした。というわけでね、今日もこれで終わりでございます。今日もね、ここに登録出てるから登録して
てくれたら、わざとも喜びます。毎日で喜びます。もうめちゃめちゃ喜びます。